guys, I'm Yukiko. Welcome to my YouTube channel. こんにちは、マキコと英語チャンネルへようこそ。今日はよく聞かれる質問。英語ってどのくらい勉強すれば話せるようになりますか？っていう質問に答えてみたいと思います。人それぞれと言ってしまえばそれまでなんですが、まあ、できる限りこの今から英語勉強したいなって思ってる人がこう今後のこう予定を立てられるような目安になるような話ができたらいいかなと思います。 Alright, let's talk about it. 英語をなんか習得するまでに何時間かかるってよく言われてるのが3000時間らしいです。で、一般的な日本人は、中高で1000時間程度は、ね、勉強してることになるらしくて、あと2000時間足りないぞと。全然ピンとこないですね。どのくらいかっていうと、1日1時間勉強して5、6年かかります。1日6時間勉強すれば1年で終わります。そんな感じの時間量です。で、私がどのくらい時間かかったかなって考えると、私は大学受験の時に英語の勉強はかなりしたんですけど、で、その後、まあ、英会話講師になってから英語を話すために話さなきゃいけない状況に自分を置いてから勉強したんですよね。で、それで多分1年弱ぐらいで話せるようになったと思います。今英会話話せるようになってみて思うのは、大学受験の勉強はほとんど英会話には関係なかったかなと思ってて、なので英会話の勉強に費やしたのは英会話講師になってから必死に勉強した1年弱ぐらいだと思います。その時は1日中英語には触れられる環境ではあったんですけど、まあ、それで1年弱ぐらいだったかな。だからまあ2000時間っていうのはまあなんかそのくらいかかったかもしれない。2000時間か。じゃあそんな映画を話したいけどそんなに時間は取れない。って感じですよね。英語を話せるようになるまでにどのくらい時間がかかりますかって聞きたい理由って何ですか？どうしてそんなことを聞きたいんでしょう？それでやっぱ理由は英語にそれだけの価値があるのか、英語学習にそのくらい時間をかけて勉強する価値があるのかっていうのを知りたいんだと思うんですよね。から、例えば1時間で英語ができるようになるんだったらもちろんやる。1時間のコストで英語ができるようになったらもちろんやるんだけど、2000時間もかかるなら、いらないかもって思うから、そういう質問が出てくるのかなって思うんですよ。で、私が実際に今までの人生で英語勉強するときってそんな質問頭に浮かんだことなくって、もう本当に英語が好きだし、海外ドラマも聞けるようになりたかったし、話せるようになりたかったし、なんかこうやっぱなんか好きだったから、好きなものだったから、そういう質問すら頭に浮かんだことなかったんですよね。そこまでの情熱がない人の方が多いと思うんだけど、みんな英語を勉強する価値とか英語を勉強する理由が欲しいんだよね。なんで英語を勉強したいのか、なんで英語を話せるようになりたいのかっていうのを明確にするっていうことの方が、2000時間を確保することよりも大事なのかもしれないね。2000時間ぐらいはかかるんですよ、多分。だけどその2000時間をかけられるほどの理由があるかどうかなのかな。一つ質問をしてみたいと思います。 Why do you want to learn English? What's your goal?この質問にいかに明確にはっきり答えられるかが1年後のあなたの英語力を物語ると思います。すぐにはっきり答えられた人は多分1年後英語を話せるようになってます。っていう人は、もしかしたらあなたには英語があんまり必要ないのかもしれないっていうこともあると思います。ので、やっぱ英語を勉強する理由を一度こう自分に問いかけてみると、こうなんか違った英語に対する見方ができるかな。そうね。今日のビデオは、英会話できるようになるまでにどのくらい時間がかかりますかっていうテーマで話しました。2000時間くらい確かにかかったかも。大事なのは、あなたにとっての英語を勉強する理由が何か、そこがはっきりしているかどうかが大事だと思います。今日の動画少しでも参考になったら高評価ボタン押してってください。マキコと英語チャンネルは毎週火曜日と金曜日の夜8時に更新してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
Thank you for watching this video today, and thank you for subscribing this channel. I really appreciate it. So, hope to see you soon. Bye!